前書き。現代医学では、がんという病気は治りにくい恐ろしい病気であると考えられています。実際に、現在の日本では、がんは死亡原因の第一位を占めています。このため、多くの人が自分はがんにかかるのではないだろうかという恐怖に怯える毎日を送っています。さらに、 実際にがんと診断され、手術をしなければ治らないと宣告されて悩んでいる人、あるいはがんの手術を受けた後の後遺症と再発の恐怖に悩んでいる人、そして現代医学では不治の末期がんであり、症状を抑える治療しかないと宣告された人など、さまざまな立場の人がいると思います。誰もが言い知れぬ不安感と 恐怖感に怯えていいると思います医師の説明や知人の話そしてマスコミの出版する本や雑誌さらにインターネットから多数の情報を集め果ては医学の専門書を読んでみても逆に混乱するばかりであると思います私は医師として第一線病院で多くのがん患者さんを治療してきた経験から あえて専学被災を帰り見ず、がんに対する私なりの考え方をここに示し、少しでもがんの真実の姿を皆さんに知ってもらおうと考えています。がん専門医と称する先生方の解説によれば、がんの診断技術は最新の電子機器の使用により年々向上し、治療法も遺伝子を操作できるようなレベルまで進歩し、 近い将来にがんは征服される見通しだそうです新聞などではがんを完全に治すことが可能な治療法が出現したかのような印象を与える記事が時々掲載されますところが医学統計の上では日本におけるがん死亡者数は年々増加しておりがん専門医の先生方の予想や新聞記事とは誠に奇妙な乖離を示していますこれは 現代医学ががんという病気の真の姿を根本的なところで見誤っていることに原因があります。また現代医学が人間の体を機械のように考えていることにも原因があります。科学技術の進歩に伴い日進月歩で性能が向上するコンピューターのような電子機器とは違い人間は。 肉体、身と精神、心が複雑に入り混じった複合体です。いくら科学技術が進歩しても、肉体面のみの治療だけでは限界があり、現実に治療成績が上がらないという障壁に、現代のがん治療はぶつかっているのです。古代中国の標法書、戦術書の真心に、次のような有名な言葉があります。シカレチキシャ百戦二重 彼を知りて己を知れば百戦して対受からず。ふちか自知器一勝一負け彼を知らずして己を知れば一勝一負けす。ふちかれふき毎戦筆対、彼を知らず己を知らざれば戦うごとに失らず対応し彼とは敵のことで己とは自分のことです。敵の状態と自分の状態をよく知っていれば。 100戦して対イからず対イ意とは危険であるという意味すなわち100回戦ってもいつでも勝利を収めることができ決して敗北することはないという意味です敵を知らず自分のことしかわからなければ一勝一負けすなわち勝ったり負けたりで勝敗は五分五分となり敵のことも自分のこともわからなければ戦うごとにひつらず対イし すなわち戦うごとに負けてしまうということをこの名言は述べています今の日本ではがん患者さんががんという病名の告知すら受けていないこともしばしばありますがんの告知を受けていないがん患者さんは自分のかかった病気が一体どのような病気であるのかさらに治療法はどのようなものがありどれぐらいの効果があるのか わからない状態で闘病しているのです。敵のことも自分のこともわからなければ、孫子の言葉のように勝利できるはずがありません。がんの告知を受けた患者さんは、自分の病気ががんであるという真実が分かっただけでも、勝利の可能性が半分以一勝一負け程度はできたということであり、何も知らされていない人より有利な立場にあります。しかし がんを告知されたことが有利だとは言ってもあまりに相手が強力すぎると誤認して戦う前から諦めてしまう患者さんが多いのではないでしょうかそれはがんという病気の実態を正しく理解していないためなのですがんという病気を正しく理解すれば十分に勝利できる可能性のある相手であることが必ず理解できるはずです私は 治療法が的確ならば、現在では、不治とされている末期がん、全身に、がんの転移が及んでいる状態の患者さんでも、完全治癒を実現できる可能性があると確信しております。がんの完全治癒を実現するためには、患者さん自身ががんについて、そして、がんを病んでいる自分自身について知る必要があります。私は、がんと告知された患者さんが がんの真実の姿を理解しそこから自分自身の状態を的確に理解して有効な治療法を実行できるようにとこの文章を書きました彼を知り己を知れば百戦して対ゆからずという孫子の言葉は永遠の真実ですそして何よりもあなた自身ががんを克服しようとする強力な意志を持つことが一番大切であると考えます 1> 第1部では、現代医学のがんに対する病理観、病気に対する根本的な考え方と治療法について述べます。この部分は、現代医学の正当的な立場から書いています。第2部では、私の考えるがんの病理観を述べます。第3部では、私の考えるがんの治療法について述べます。第2部と第3部は、私の試験であり、 現代医学の正当的な立場とは、全く見解をことにした立場から書いたものです。第三部の治療法は、原則として、誰もが一人で実行可能な方法論を中心に書いてあります。